真の自立を勝ち取るため、我らジオン国は我々も同じ土俵に立つんです。地球連邦政府に対し宣戦を布告。新型モビルスーツの開発計画。ネズミがちょろちょろと仕留めてやる。皆さんこんにちは、ワンダレグルビーです。では今回は、ギレンの野望、ジオン独立戦争期地球連邦軍編ヤザン少佐を目指す続きをプレイしていきたいと思います。1年戦争開戦当時、中尉の階級だったヤザンが軍団長に就任できる少佐まで目指すというコンセプトでプレイの方を進めてきています。現在ヤザンはですね、大尉まで昇進することができました。撃墜スコアも順調に伸ばしています。作戦の進行状況なんですけども、現在はですね、キリマンジャロの攻略作戦が終了して、キャリフォルニアにジオン軍が総攻撃を仕掛けてきたというところまで進めていきました。実はですね、そのキャリフォルニアの総攻撃してきたジオン軍の撃退はすでに完了しています。部隊を集中させることができたので、特に苦戦することなくですね、ヤザンはそこでも撃墜スコアを稼いでくれています。ではまずですね、そのジャブロの防衛戦に絡んだイベント、いくつかご覧いただきたいと思います。デビル将軍、キャリフォルニアベースから発進したジオンのジャブロ上陸部隊が全滅しました。この失敗によってジオン地上軍の戦力は著しく低下していると思われます。ようやく我々が攻撃する番が回ってきたようだな。将軍たちを召集してくれ。了解しました。これまでの諸君らの努力により、我が軍は戦いの主導権を取り戻すことができた。この場を借りて感謝の意を表したい。今後戦場は宇宙へ移ることになるが、これからもよろしく頼む。ようやく反撃の時が来たのですね。まずはソロモンからだな。はい、あの要塞を落とさねばジオン本土への侵攻は不可能です。ジオンは国力がない。ソロモンが落ちれば和平交渉を求めてくるのではないかな。可能性はありますが、それでことが進むとは思えませんな。なぜだね。戦争の終結が目的ではないのかね。ジオンに生き残られると後の世に禍根を残すことになります。その通り、ジオンは完全に潰してしまった方が。それではザビ家のやっていることと変わらんだろうが、我々の目的はこの戦争を一刻も早く終わらせることにあるのだ。将軍。今は言い争いをしている時ではないな。ソロモンの攻略を開始するとしよう。ネビル将軍、悲しい知らせがあります。ホワイトベースの修理を行っていたウッディが敵と交戦し戦死しました。ウッディはマチルダの婚約者だと聞いておる。マチルダが守ったホワイトベース、ウッディは命を懸けて守り通したというのか。ホワイトベース、犬死にさせるわけにはいかないようだな。はい、ホワイトベースにはスレッガーローを編入する予定です。癖はありますが、では確かめ、ホワイトベースでも十分実力を発揮できるでしょう。それではホワイトベースを発進させる。今後彼らには第13独立戦隊として陽動作戦を行わせる。了解しました。第13独立戦隊に将軍の命令を通達します。はい、
この後は逆にキャリフォルニアに進攻して、さらにソロモン攻略に向けてですね、準備を行っていきたいと思います。では時間を進めていきましょう。第13独立戦隊より報告します。大気圏離脱後、無災級巡洋艦と交戦し撃破に成功しました。補給と修理のため我々はサイド6に立ち寄ります。はい、これはドレーンと交戦したイベントだと思います。サイド6に向かいます。カムランとのイベントがあるんでしょうか。第13独立戦隊より報告します。サイド6を出航する際、チベ級巡洋艦と交戦し撃破に成功しました。次の命令があるまで我々は陽動作戦を継続します。これはコンスコン機動部隊との戦いですね。アムロがリックドム12機を一瞬にして撃破したコンスコンとの戦いのイベント報告になります。内政はしっかり行ってまして、サイド6との友好関係も70を超えました。これでサイド6を通行する、その通行権を獲得することができています。グラナダ攻略なんかにね、役立てていきたいと思います。ではキャリフォルニア攻略作戦発動していきます。進行ルートを表示します。ここも大部隊で一気に損害少ない状態でね、攻略完了していきたいと思いますので、そのように差配をしていきたいと思います。我が軍はこれよりキャリフォルニア攻略作戦を開始する。ジャブローに近いこの地域の制圧は戦略上大きな価値を持っている。諸君らの健闘に期待する。ではキャリフォルニアに部隊到着してますので、攻略戦始めていきましょう。ジョン軍最後の地球上での拠点ということで、戦力ゲージ見る限りかなりの大部隊入ってそうですね。今回ですね、ヤザンのいるシナプス大佐の部隊なんですけども、もう忠誠が極限まで低くなっているので、お休みしていただいてます。休息を取ってもらって、その中で忠誠心をちょっとね高めてもらおうかなというふうに思ってますので、心もとない陣容にはなってますけども、レベル将軍も出撃しますので、レベル、コリニー、ライヤーという3部隊で同時攻撃を仕掛けていきたいと思います。攻略戦を開始します。では敵の策略も確認していきましょう。敵が策略を実行しました。できればね、大佐以上、まあ、シナプスは大佐に当たりますけども、大佐以上の士官に関しては忠誠心は常に、まあ、85以上はねキープしておきたいなと思ってるので、今回も本当だったら出撃をねしてもらいたかったヤザンとシナプス大佐の軍団なんですけども、まあ、今回はちょっと休憩をしてもらいます。まあ、ただ送り込む部隊の数、まあ、質はともかく部隊の数は多いので、十分にここはね撃退できるかなと思います。ではちょっとまず全体マップ見て確認していきましょう。3つの軍団が同時に進行しています。ニューヨークから入ってきている部隊だけちょっと遠いかなっていうところですね。まあ、包囲しながら攻略戦仕掛けていきましょう。では部隊を移動させています。レベル将軍の部隊はですね、前回に引き続いて陸戦ジムとか、まあ、陸戦タイプのモビルスーツを中心に編成しています。このまま基地中心部攻め込んでいきます。ライアーの部隊はですね、一部旧式の、まあ、量産型ガンタンクなんかも入ってるんですけども、ここは山間部をミディア部隊で越えて、これも敵基地中心部に迫っていきます。続いてコリニーの部隊なんですけども、ここはですね、本当にまだ兵器が旧式で61式戦車なんかもいたりするんですけども、一方でジムスナイパーとか
事務管理仕様とかも入ってたりするので、まあ、無事にまずは、ね、上陸できるように戦闘機これをおとりに使って敵部隊を引きつけている間に一気に、ね、上陸していこうと思います。ではここから時間を進めていきましょう。では光線状態に入りました。ドムなんかもいたりするようなので、こちらはですね、火力を集中させながら確実に1機ずつ撃破していきましょう。コリニーのハワイから出撃してきたミディア輸送部隊による上陸作戦隊なんですけども、なんとかねたどり着けましたね。航空隊の直縁がなくなってしまってミディアが落とされてしまったんですけども、積んでいたのが61式戦車だけだったので被害はほぼなかったと言えると思います。主力のモビルスーツ隊はすでに上陸できそうな状態なので、このまま押し込んでいきたいと思います。各戦線で結構厳しいですね。まあ、ドムをはじめモビルスーツの数ジオン軍もかなり多いので、ここ消耗戦になりそうです。先ほどご説明した通り、今回ヤザンは忠誠心の関係で出撃していないんですけども、いや出撃させておけばよかったなっていうぐらいですね、稼げますね。ここはとにかく撃墜スコアがめちゃくちゃ稼げるところだったので、ちょっと惜しいことしたかなと今少しだけ後悔してるんですけど、それでもまだまだこの後ソロモンの攻略戦だったり、あるいはバオアクーの攻防戦だったりと、まだまだね功績値をしっかりがっぽり稼ぐチャンスは残ってるかなとは思いますので、まあ腐らずにいきましょう。ライラなんかはねめちゃくちゃ今回撃墜スコア稼いでますね。今ライラはどうだろう、階級的には少尉ですけど、多分すぐに中尉とかに上がれそうですね。ではギャルホルニエ攻略戦ですね、一旦で完了しませんでしたので次のターンに持ち越ししていきます。開発部より報告します。駆動部分を電磁気で包むことでモビルスーツの運動性能を強化する技術、マグネットコーティングの実用化にようやく目処がつきました。マグネットコーティング研究計画、はい、これは対応をご検討ください。マグネットコーティングを施してモビルスーツの性能を高める、運動性機動性を高めるという計画ですが、代表的なところで言うと G3 ガンダムなんかがねそれに当たると思いますけども、この作戦は実行していきたいと思います。了解しました。マグネットコーティングの研究を開始します。1日も早い実用化を目指しますので、マグネットコーティングが行われたガンダム G3 ガンダムはヤザンに乗ってもらって、今回ギャルフォルニア攻略戦であんまりね稼げていない撃墜スコア、これを次のソロモン攻略戦でしっかり活かせるようにね、頑張ってもらいたいと思います。開発ですけども、ジム宇宙戦士用ですね、これを開発期間4かけて開発を始めていきましょう。では2ターン目に突入しています。部隊数で逆転できましたので、ここからはねこちらの方が有利になってくるとは思います。しっかり戦っていきましょう。あとはですね、もうここが最後の地上戦になると思いますので、地上戦用のモビルスーツに関してはですね、もうある程度撃墜されてもいいかなというのはあるので、攻勢の方を強めていきます。ここにですね、アプサラスらしき機影があります。化け物ってなってますけど、これをね、ちょっと拠点に座られると厄介なので、一気に撃破するように集中攻撃浴びせていきましょう。化け物っていう表記になってますからね。ここはアプサラスです。このアプサラスを落とせるかどうかですね。実弾兵装に主に変えてあります。ミサイルランチャー、あとプロトガンダムもハイパーバズカに変えてます。これで落とせるかどうか。拠点に座られてる状態なので、ある程度大ダメージ与えて削っていかないと、なかなかね効率よく
数減らせないっていうことにもなってくるので、どれだけダメージ与えられるかですが、ここで撃墜してます。アプサラス撃墜です。いや、ライラは本当に今回稼ぎましたね、功績値ね。感覚的にはもう次間違いなく注意へと昇進できるかなっていうところまで稼いだと思います。では2ターン目でも攻略ちょっとできなそうなので、3ターン目で確実に攻略の方ですね、完了できるように部隊進めていきます。もう総統戦に移りつつありますので、敵の本拠地を、ね、目指して残っている敵の拠点3つ奪い取っていきたいと思います。では3ターン目に入ってます。ここから残りの拠点確保してギャルフォルニア攻略完了としていきたいと思います。ではこれで敵の基地中心部制圧完了になります。ギャルフォルニア制圧完了です。全拠点の制圧に成功しました。残存勢力の総統戦に移行します。今回ヤザンはお休みしましたけども、それによってヤザンとあとシナプスですね、彼らの修正値少しでも上げられたかなと思いますので、この後宇宙に上がってソロモンの攻略戦から再びヤザンにね活躍してもらいたいというふうに思います。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですねまたこの続きをプレイしていきたいと思います。